地元選手にお越しいただきました山崎道太選手、岡田誠陽選手、川村正明選手です。ようこそお越しくださいました。こんにちは、よろしくお願いします。もう喋らずに黙っているのが我慢できない岡田選手いつも通りです。いやいやいや、もうスタジオに入ってこられた時からもうお三方とも、あれ師匠が、あれそうなんですよ、実はもう師匠が一緒で、富山啓一さんにお世話になってますそうですよね、皆さん兄弟弟子で日頃から仲良く、はい、そうですね、はい、一番、ま、何ですか、次は後藤さんも、そうなんですか、そうですよね、はい、後藤学選手も、はい、ま、この中でお三方の中では山崎選手が一番お兄ちゃんですね。そうですね、もう一番偉そうにしてるの俺だし、はい、いや、いいんじゃないですか偉いですから、はい、いや、山崎選手来季 S 級、そうですね、2年半ぶりに、はい、復帰できました。はい、よかった、もう全国から拍手ですよ、よかったです。やっぱり年の初めは立川記念からスタートしたいですもんね。そうですね、やっと走れるっていうか、いつもまあもう何年も金網を外から地元の岡田くんやり川村くん応援してたので、今回は中に混じって楽しくやらせてもらいます嬉しいですね、はいはい、1年間 A 級でのレース2017年はいかがでした。そうですね、まず1年間 S 級、まあ、多分取れたと思うので、充実したというか、はい、なんとか這い上がれたなって感じです。はい、あ、いい1年でしたか。はい、まあ、いい1年でした、はい、岡田選手は2017年いかがでしたか。うん、そうですね、まあ、怪我に泣いた1年だったと思います。あ、今体調どうなんです。今はそうですね、まああのーまあ、最後の落車からもうすぐ、まあ、2、3ヶ月経つので、やっと体のサイクルが戻ってきたなという感じはしてます。はい、じゃあもう練習は十分な感じで。そうですね、練習は十分やってきているとは思います。はい、その感覚もう年明けにはすぐに発揮できそうな感じ。うん、どうですかね、発揮できないとまずいと思うんですけど、ね、はいお願いしますよ。はい、頑張ります、ね、この時期はやっぱり岡田選手にはもっとビッグレースのところに行っていただきたい時期じゃないですか。うそうですね、うん、はい、あ、でもあんまり冬得意じゃないんで。あ、そう、冬得意、基本的に寒いのあんま好きじゃないんですよ。あ、暑いのも好きじゃないんですけど、わがままね。そうなんです、じゃあいつ得意なんだって感じですけどね、はい、あの今年の立川はこの暮れの時期ってすごい穏やかに感じません。そうですね、でもあの年明けると急に天候がガラッと変わるので、はい、もう毎年立川記念のあの強風はもういつも嫌いなんで、あ、覚悟してますか。覚悟してます、はい、そこは。川村選手は今年年明けにね、はい、早速記念で。そうですね、はい、寒い中頑張りましたね。寒い中頑張ったんですけどね、その立川記念スタートしての2017年、ここまでどうでした。ちょっと前半ちょっと謎の熱にうなされ、はい、内臓系がちょっと、そうだったんですか、はい、ちょっと調子落としちゃって、で、まあ、真ん中ぐらい7月ぐらいからちょっと調子戻ってきて、優勝もありましたもんね。優勝も、はい、おかげさまで、猫松島でなんとか外国勢から、すごいと思いますよ、はい、あれは自信になったでしょう。そうですね、やっぱ伊早坂君行ってくれたんだけど、まあ、そこでバッテバックにして、まあ、そこでタイム良かったんで、ね、そこは自信になりました。ですよね。いや、川村選手ってラインの前でもマウントでももうどちらでも戦える感じ。そうですね、はい、もう横もちょっと勉強しながらね。はあ、はい、今そんな感じなんですか、状況は、はい、横ももう横も多少ないともね、できないと、はい、これからはと頑張っていきたいです。ということを言えば山崎道輝選手がいるじゃないですか。全然全然ですよ、本当に脚力がないんで、あらら、横を発揮する前に終わっちゃうんで、ちょっとお願いしますそんなこと言わずに。でも立川風が強いんで、もう泥仕合になってくれれば出番がきます。じゃあコンディションが悪ければ悪いほど。そうですね、まあ、ここいつらとは違って泥仕合になればなるほど威力発揮するんで、くるくるっと回るとまずいです。あ、じゃあ今日みたいなコンディションはちょっとまずいですね。朝からドキドキします。あー吹いてんなーずっと嬉しいなー今日吹いてんなー寒いなーって言うと、出番かなって、じゃあ年明け放送でバンバン吹いてほしいですね岡田選手嫌でしょ。嫌です、嫌です難しいですね、この気象条件だけには 誰にも何もすることできないし。そうです ね練習しろって話なんですか。してますか。してます、してます。3人でなさることはあんまり、3人一緒にってことはそんなにないですね。まあ、このバンクで、同じホームバンクの、バンクで集まった時に、そうです、一緒にやるってことですか。立川で、いや、力関係も見えてくる感じはするんですけど。いやいや、もう誰が見ても明らかじゃないですか脚力と力関係は違いますからね。あ、なるほどね、はい、でも本当仲いいですよね、皆さん。
それはもう師匠が素晴らしいから。そういえばもうたくさんの兄弟弟子いらっしゃって、はい、奥井選手ガルシグランプリ、ね、惜しかったですよ ね、まあでも石井博子選手が今回はあっぱれなレースだったので、はい、もうそこはもう、ね、彼女も認めてあげないといけないと思うんで、うん、東京にはね、そういうエールを送ってくださった皆さんにもって感じですか？そう、まあ両、ね、東京両者なんでね、はい、そうそうそう、どっちがどっちってわけじゃないんですけど、はあはあ、まあ、ワンツーね、決めてくれたのはよかったんですけど、はい、まあでもせっかくならね、妹弟子の奥井がね、優勝してくれれば一番よかったんですけど。ですよね、いや、まあ、そこはもう、実用の世界なんで。厳しいね、はい、でもね、優勝してもらったらね、うんうん、みんなでちょっと祝勝会何度もやりたかったんですけどね。あ、やっぱり予定はしてた？いや、わかんないです優勝しなきゃ、優勝しなきゃ、そこはだったんですよ。はい、もう終わってくれんのかな。いや、そこは僕らがダメですよ。そこはダメですよ。演技もんだと終わってくれんのかな。催促しないといけなさそうそうか、結局あの年齢とかその期別の順番じゃなくて、うん、稼ぎはやっぱり実力だもんね。なんですけどね、でもやっぱり、はい、うん、優勝した人に、やっぱりみんなでお祝いしてご馳走してあげないと、うん、やっぱ本当は良くないですけどね。そうですね、はい、じゃあ66周年記念の宝生天レースで誰か、はい、誰か優勝してご馳走してもらいましょう。それでしてもらいましょう。あれ変わったお願いしますよ。もう皆さんの力にかかってますから ね、 で、 ね、はい、では最後に決意表明をしていただきます。山崎道輝選手からです。もう俺は S 級、まあ、復帰戦なので、でも地元戦なので、まあ、そういう甘えたこと言わずに、もう最後とにかく最後まで諦めないでゴールまで一生懸命踏みます。よろしくお願いします、はい、岡田誠洋選手。そうですね、まあ、毎年、走らせてもらって、あの不甲斐ないレースが続いてるんですけどもね、来年こそ、優勝目指して頑張りたいんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。川村正樹選手。まあ、東京若手自力選手として、ね、まあ、精一杯、ま、引っ張らせてもらいます。あ、ナインの前で、僕自力選手ですもん。あ、そうですよね。ナインの前です。時折バンテンになる、まあ、時折が一番下なんで、一番下ですもう、はい、小僧ですからね。若手ですか。若手、え、お口でしたっけ。来年35ですね。なんか微妙なんですね。若手として頑張ります。よろしくお願いします。もうやっぱり記念って地元選手が頑張らないと盛り上がらない。そうなんですよね、うん、ただ豊昇天レースはいつも全国のトップレーサーが、それこそグランプリ優勝選手が来るかもしれませんからね。お願いしますよ。お願いしますよ、山崎選手。任せてください、本当に。後ろしっかりしてるんで。はい、わかりました。では皆さん、この3選手へのどうぞ応援もよろしくお願いします。今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。